動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この動画にコメント高評価そしてチャンネル登録をお願いします。さて僕は今ビジネスホテル新興さんの前にいるんですけれども、こちらで昨日は一泊させていただいて、また新しい旅行シリーズ皆さんにお届けしようと思っています。前回の旅行シリーズは会津若松駅から新潟県新潟市新津駅まで運行している SL 磐越物語のクリスマストレインという特別な電車の旅を皆さんにお届けしました。今回何をするのということなんですけれども、せっかく1年と約5ヶ月ぶりに会津に足運んでます。まあ今は新潟ですけどね。なんですけれども、あのシリーズでできなかったことをやってみたいなと、今度は会津のグルメにもっと踏み込んで旅行動画撮っていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは今回の旅も始めていきましょう。新津駅にやってきました。新津は先ほどオープニングで説明しました通り、磐越物語の始発駅でもあり終着駅でもありますから、このように蒸気機関車の車輪動輪って言いますけども、こういうモニュメントがあったりですとか、それからあちらの階段の方も蒸気機関車を前面に押し出したデザインになってます。では今から再び磐越車輪に乗って会津地方へ戻りたいと思います。改札の手前の方から新津駅のホームを見ていただいております。こんな感じでかなり大きな駅なんじゃないかなって思っています。ではこちらの喜多方までの切符買っていきたいと思います。なぜ喜多方までなのかというのは後ほど説明します。大きいお金がないので1万円で支払います。喜多方までの切符を買って、踊り忘れにご注意ください。踊り忘れにご注意ください。買いました。次の磐越西線の電車、9時34分の会津若松行き通電車になります。快速電車はすでに出発してしまったみたいで、この後の運行スケジュールを見ても会津若松行きの快速電車というのはなさそうです。これに乗っていきたいと思います。確かにこちらの国案内でも通電車の会津若松行き9時34分発と書いてありますね。乗り場は2番乗り場なのでこちらに向かいます。実は今回の会津新潟編において東武鉄道のとても便利なフリーパスを使っていまして、この辺りに出てると思うんですが、始発駅浅草から栃木県の下今市までが往復、そして下今市から会津までなんと4日間バスも含めて乗り放題というフリーパスを使ってます。そのため実質新津から喜多方までの普通乗車券で済みます。喜多方まではフリーパスの乗り降り自由な区間に含まれているので、これはもし東京から会津方面に旅行される場合にはとってもおすすめですし、僕自身今回初めて使ったんですけど、すごく便利なフリーパスだなと思っています。そしてあともう一つは、普通電車で会津若松まで行くんですけれども、普通電車だと2時間半かかります。長い道のりですけど楽しみながら行きたいなと思います。さすがですね、新津駅の2番ホームでおこじょさん見つけちゃいました。せっかくなので記念撮影しちゃいます。まるで子供みたいだ。イエイ。
再び会津若松駅戻ってまいりました。いろいろこう考えたんですけども、時刻表も検索した上で只見線に乗って会津高田という駅に行って、でそこにユニークな餃子を出しているお店があるというので、そこに足運んでみようかなと思います。会津鉄道の会津マウントエクスプレス号に乗り込みました。あと6分程度で発車します。これより会津鉄道会津線に入ります。まもなく西若松、降り口は右側です。この駅に降りるのも1年と5ヶ月ぶりですね。西若松駅やってきました。ここで只見線と会津鉄道、会津線が分岐します。この駅で只見線に乗って、2駅先の会津高田で降りてお店に行ってみたいと思います。空いてるかな？ランチタイムギリギリ。そうそう、只見線に関して一つ言い忘れてました。只見線は IC カード使えません。現金のみでの精算になりますので、僕も十分に気をつけたいと思います。まあ現金でしか払えないんですが、車内で精算ができますので、現金の準備忘れないようにと思います。会津高田駅到着したのですが、今度は会津若松方面に向かう電車、なんと16時57分だそうです。びっくりです。しかもここから小屋福子さんという赤べこ餃子って餃子出してるところが14時でランチタイム終了してしまうので、食べられるでしょうか。いつもガチンコなので、なんとか頑張ってみましょう。諦めてはいけない。今電話で確認しました。中華ラーメン親不幸さん、ランチの営業時間一応20分前までやってるそうなんで。ああ、よかったよかったよかった。なのでもうすぐ大通り見えてきます。大通りを右に曲がったところにお店ありますので、向かってみようと思います。ああ、よかったよかったよかった。メガネ曇った。周りに誰も人がいないのでマスクオフを失礼します。見えてきました、こちらですね。写真で見た通りの赤と黄色が特徴的なお店だ。まず1軒目のお店、こちら行ってきます。営業時間が10時半から14時半まで、夜がなんと5時から2時間しかやってない。すごいですね、びっくりだ。ごめんください。外の外気温がすごく激しいので、マスクと
メガネを活用させていただきました。今、赤い餃子を焼いていただいております。では早速こちらの赤べこ餃子いただきます。すでに出来上がった酢醤油とそれからラー油でいただくんですけれども、これがまた絶妙な味わいです。めっちゃうまいです。というわけで親不孝さんの赤べこ餃子ご覧いただきました。なんといっても店主の方の優しいお心遣い、本当に感動しました。何にしろ僕の移動手段が電車じゃないですか。公共交通機関を使う。ここでですね、バスの時刻表をわざわざ写真撮って手渡してくださったのに優しいまたやってる、つけっぱなしでしたということなんで、よかったら赤べこ餃子食べてみてください。次はですね、会津といえば喜多方ラーメンじゃないでしょうか。ということで喜多方ラーメン食べに行きましょう。それ以外ない。行きましょう行きましょう。バスの停留所見つけました。本当に親不孝の店主さんに親切にしていただいて、あっという間にすぐ分かりましたね。そして次のバス到着の時刻なんですけれども、14時42分にバスが来るそうです。このバスに乗って、会津若松駅戻りたいと思います。バス会社さんに7号線入り口から会津若松駅までの運賃を確認したら650円だそうです。まあまあいいお値段でした。